木修香のちょっとは聞いてよ。さあこんばんは、川木修香です。1月25日月曜日、夜の7時30分になりました。いやー、こっから30分間どうぞ私にお付き合いください。嬉しいな、こうやって一人でお話しすることがまたできました。いや、前12月1日にアドリブラジオという2時間40分の生放送をたった一人でさせてもらったんですよ。でその時に感想をいただいたのが、結構30分以上聞いてられへんかったわってよう言われたんですよね。で今回30分、まあ、きっちり皆さんに聞いていただける時間で、はい、枠を取っていただきました。ありがとうございます。まあ、この時間にめがけて聞いてる人は私のことを知ってるっていう方が結構多いのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、もし知らない方がね、たくさんいらっしゃると思うんで一応言っとくと、私は川岸ゆかという名前でタレントをしています。で番組名のちょっとは聞いてよっていうのは、ちょっと意味が2つぐらいありまして、1個は、あんまり私の話って聞いてられへんってよう言われるんですよ。だからちょっとは聞いてっていう、そういう意味と、なんか10月ぐらいになんか私と同じ事務所のある女の子が4回ぐらい同じような番組名で、なんかこう構成も一緒な感じで番組をしていたと聞きまして、それをすいません、もじらせていただきました。完全に2番煎じです。はい。で事前に公式ツイッターとかも作ってもらったんですよ。で私自分のツイッターもあるんですけど、自分のツイッターが4500人ぐらいフォロワーさんがいらっしゃるんですね。でちょっとは聞いてよっていう番組が始まります、始まるというか今日1回なんですけど、やりますっていうことでツイッターできましたって言ってお知らせしたんですけど、なんと1割もフォローしてくれませんでした。4500人おったら450人ぐらいはね、だいたい1割ぐらいはフォローしてくれてもいいんちゃうかなって、みんな見逃したんかなと思って、私この何週間かで何回もリツイートしたし何回も宣伝したけど1割来なかったね。200何人ぐらいで事前にいろいろメッセージを募集したわけですよ。メッセージをありがたいことにたくさんいただきましてありがとうございます。ちょっとご紹介していきますね。ラジオネーム水道橋飯田橋さん、浜松市の方、月謝の番組楽しみにしています。ただ有名になってしまうと寂しいなと思う自分がいます。それはないか、頑張れ月謝ってこういうね、情緒かき乱されるようなメッセージやめてもらっていいですか。しょっぱなから情緒不安定メールなんですよこれ。で続いてラジオネームストームバードさん、岡山市の方、ぎっしゃんスタッフさんこんばんは。こんばんは。待望のぎっしゃん冠番組おめでとうございます。しかしまさかのワンナイト、ぎっしゃんが10代の頃にワンナイトしてたからかもね。笑い全然笑われへんけど、これ4月からの番組編成でぎっしゃんのちょっと聞いてよ5分番組が始まることを願っています。アドリブラジオにもまた出てくださいねと。願い事って、もちろん5分させていただけたらめっちゃ嬉しいですけど、願い事ってもっと大きいこと願いません？なんかもうちょっとなんかこう願望なんやったら1時間してくださいとかやっぱ言うてくださいよ。30分じゃ時間足りひんなとか思ってるとこやのにあとね、10代の頃にワンナイトとか言わないでくださいね、してないから。さあ続いてツイッターからいただきました、サンフさん、楽しみにしてます。ラジコでも聞きます。向こう側女子の話も聞きたいです。彼女がいたので文化祭に行きました。そう、私向こう側女子という、学校の卒業生なんですけどね、文化祭ね、確かね私の頃だけ文化祭男子入られへんかったはず。血縁関係のない男の人は入ったあかんはずで、でもやっぱりそういう時って校則違反みんなしがちじゃないですか。だからこう彼氏を身内として、招待する女の子確かにいたわ。その彼氏やったんですねいいな、私読んだことなかった。さあこちらラジオネームはひかりさん、ぎっしゃん冠番組おめでとうございます。ありがとうございます。ぎっしゃんのことが大好きでラジオもツイッターもインスタグラムも見てますが、
全方位からもうやめろと言われ続けているインスタは、まあ、インスタって私ね、1日1インスタって言ってインを飲む方の感じにしてやってるんですよ。ビールを1日1個あげてまして、こちらをいつ風呂敷畳みますかと、4ヶ月続けてきたのはすごい頑張った、だけどそろそろ通常の普段の様子とか番組のオフショットとか見たいようなインスタのフィナーレの構想はありますか？ないですなんか初めは私年末でやめようって確かに思ってたんですよ。1日1個ビールをあげるっていうのもう本当にいろんな人からやめろやめろって言われるからもうやめようかなって思ったんですけど、なんかね年末にかけて、まあ、ビールの影響かなんかわからないですけど、ちょっとねフォロワーさん増えたんですよ。ほんで私の顔の下らね減るんですよ。だからちょっとビールもうちょっとやり続けようかなっていう風に思ってます。でね、今日はちょっと番組の後半にはビールもちょっと飲んでみたりしますんで、お楽しみにしていただければと思います。でですよ、ちょっとは聞いてよっていう話を募集したわけですよ。でまあ私の話ちょっとは聞いてよっていうのもそうやし、ギシャンちょっとは人の話聞いたらっていうスタンスでもいいですよっていう風にメールを募集しました。たくさんいただいてありがとうございます。さあこちらラジオネームは酒のみこさん、素敵なラジオネーム兵庫県神戸市の方。ぎっしゃん、ラジオやツイッターいつも拝見してますよ。私のちょっと聞いてよの話、ちょっとは聞いてよなんですけどね、そこをちょっと間違えんといてもらえます？美容院予約していったらカットカラーで予約してるのに、シャンプーの時必ずトリートメントどうしますと聞いてくる。気に入ってる方なんで断りにくくお願いしますと言ってしまうんだけど、トリートメント高いしいらないんやけど、ギシャンはどうしてますか？トリートメント必要なんかな？これ私ねほんまわかるんですよ。私もいらないんですよね。なんか、まあ、私の場合はくせ毛ってこともあって、ほんま10回のトリートメントより1回の宿毛矯正って思ってるから本当にあんまいらないんですね。だけど絶対にトリートメントどうしますかって聞いてこられて、ほんでいらないですって言いにくいんですよ。なんかケチってるみたいな思われるからね。で高いし2000円ぐらいから本当高いのやったら1万円以上するやつもあって、ほんま勘弁してって思うんですけど、私一個抜け道っていうかその言い訳考えて、よくね今日すいませんカットとカラーしかねする時間ないんですよ、もうこの後もう本命予定詰まっててっていうのを、まあ2ヶ月に1回ぐらいのペースでやって、でその間の1ヶ月はまあトリートメント仕方なく3000円ぐらいのするみたいな感じにしてます。私時間売るほどあるんですけど、そういう嘘も方便みたいなことをやってます。もし酒飲み子さんもこの方法でやってなかったら試してみてください。あとはもうはっきり言うとかですかね。私ちょっとあんまり効果感じたことないんでとか言って、そのパターンもありかとは思いますが。さあ続いてラジオネーム塩えもんさん、28歳女性の方。ギシャンこんばんは。こんばんは。いつもさるゆきメッセンジャー聞いてます。先日のアドリブラジオも聞きました。ありがとうございます。ギシャンの一生懸命な姿が好きで、同年代の女性ということもあって応援しています。嬉しい。あんまりね同年代の女性とか好きですって言われることないからでそんな私は梅山さんの大学の後輩になります。笑い。そうですか。今回は私のモヤモヤした話を聞いてほしくてメッセージを送りました。同じ会社の先輩が、いつも笑顔で愛想もいいから男性からお誘いとかも多いんじゃないの？と私のことをよく女性として持ち上げてくれます。私のことを狙ってるとかではなくて、後輩として褒めてくれてるんだと思います。そんな褒められ方に調子に乗った私は、男性からお誘いはそんなにないんですけど、この前違う部署の方から会社で一番可愛いって言われましたといったところ、先輩の顔が突然真顔になり、いやー会社で一番はないやろ、君の顔のレベルで言うと〇〇さん他の部署の同年代の女性社員と同じぐらいかなとご丁寧にランク付けされる始末。最初に持ち上げてくれてたのは何だったんだろう。そしてそんな風にランク付けしてくるあなたはどの立場から言っているんだと、すごいモヤモヤしてしまいました。なるほどね。これ思うんですけど、この先輩
塩右衛門さんのこと好きなんじゃないですか。だから男性からお誘いとかも多いんじゃないのってこう探ってたんちゃいます。ほんじゃなんかこういや実はみたいな感じで一番可愛いって言われたんですってちょっとモテてるみたいなこと見してもうたからやきもち焼いたとかありえますよね。まあ、それかほんまにちょっと調子乗ったなと思ったから落としといたみたいな。でもねなんか好きな気がする。ちょっと意識してみたらどうですか。恋が始まるかもいいな。ドキドキするわ。さあこちら、川岸ゆかのちょっとは聞いてよがかりさんへ、川岸ゆかちゃん祝初冠番組おめでとうございます。ありがとうございます。川岸ゆか推進委員会です。そう私ね委員会がね何個か発足されてて、この方推進委員会でしょ。もう一人、川岸ゆか普及委員会っていう委員会ね。あとこの間発覚したのが合同委員会みたいなそんなんも発足してくださってるんですよ。ただ各一人一人やからもう合併してと思ってるんですけど、でねネガティブな私の普及委員会もねちょっとこの度発足されてるような気がする。なんか目にしたよ。ありがとうございます。私の趣味の一つに読書、毎月10冊以上を図書館で借りて読んでます。新刊書も読みたいのですが値段の関係で 2,3 冊が限度です。さてちょっと聞いてよという話です。ちょっとは聞いてよね。借りてきた本を読み進めていくとあれあれこの話知ってるで。そうです、もうお気づきですね。やらかしました。すでに借りて読んだ本をまた借りましたとさ。そういうことが何度もありましたので貸し出しの時に司書さんがこの本一度貸し出ししてますよと声かけてくれへんかなと思ったりしますが、個人情報保護の観点から無理みたいですね。そうなんだ。私図書館めっちゃ苦手です。なぜならば返すの忘れるから。で返さな返さなっていうなんかもう本当時間に追われるじゃないけど返さなっていう期限に追われて毎日楽しめないから図書館苦手で、でも本は割とねまあ全然皆さんイメージないと思うけど結構読むんですよ。だから、まあ、買ったりあとねネットで Kindle みたいなアプリで読めるやつああいうのを活用して読んだりしてます。さあ続きましてラジオネームレイレイさん、徳島市の方、ギシャンこんばんは。こんばんは。ちょっと聞いてください。私はラジオネームを変えました。かなり前に兄が名付けてくれたそそくさゆうこがラジオネームでした。私はラジオ番組にメッセージを送るときにそのラジオネームがちょっと恥ずかしくって投稿することをためらうことがありました。またラジオでラジオネームが読まれるとき読む人が言いにくそうなときがありました。そそくさゆうこってね間にアルファベットが入ってるからきっとそのせいでしょうね。ラジオネームを考えて去年の大晦日に名前を変えました。よろしくお願いします。長文で分かりにくい文章かもしれませんって書いてるけどめちゃめちゃ分かりやすいですよ。そそくさゆうこさんがラジオネームレイレイさんに変えられました。お願いします。さあ続いて大阪市港区、ラジオネーム AM ラジオの住人たちさん、それ受けリスナーアドリブラジオも聞きました。最近街中で見かけるウーバーイーツの配達員を見てロードバイク始めました。たかが自転車されど自転車で今まで乗っていたママチャリとは全く違う乗り物でめっちゃ軽くってめっちゃ速い。さらに軽く速くするために20万のホイールを買ってしまいました。すごいな。ギシャンもいろいろと瞑想されているみたいですが自転車キャラなんていかがですか。結構です。もうね瞑想キャラの荷物がめちゃめちゃ重い。もう置いでこう思ってる、捨てていこう思ってるからこれ以上私手に負えません。さあこちらはラジオネームヒローさんからいただきました。ギシャンこんばんは。こんばんは。ギシャンからはいつも元気もらってます。ありがとうございます。ギシャンちょっと聞いて。僕は現在44歳ですが向川さんと同い年の52から53歳になる女の人を好きになりました。いつも会うとドキドキするし相手の方にも可愛いと言うとめっちゃ喜んでくれます。恋してます。こんな感じでいいのかな。めっちゃいいじゃないですか。恋の始まりですね。私もこう52、3歳まあ50超えても年下の男性から可愛いって言ってもらえるような女性になるのが結構目標だったりしますけれども、いいですね。また進捗状況教えてください。
さあそしてですね、こちらリクエストもいただいてまして、で以前のアドリブラジオで山岸ゆかさんと名前を間違えた、ペンネームが仙台虫食いと申します。めっちゃ覚えてますよ。私自分の名前忘れたというか、間違えた人の名前ずっと覚えてるから。川岸ゆかです。柏木ゆかでもございません。お名前を間違えたことをお詫び申し上げます。この度新番組は心から嬉しいです。川岸ゆかさんは仕事をそつなくこなせる人だと勝手に評価しております。ジタバタせず柳に風でお過ごしくださいませ。私にも28歳の社会人と24歳大学生、この春から社会人の息子がいます。川岸ゆかさんの子育ての話も聞きたいです。うん、ありがとうございます。なんかね、名前間違えたからってこんなに褒めていただけるんだったら、まあいくらでも間違えていただいてもいいかなと思えてきました。でね、この方、私は仕事で辛い時、大阪北浜の三越百貨店地下で売っていた三菱型コロッケを思い出すことにしてるんだって。で、すると心がほぐれ口元が緩みますと。食べ慣れたものというか、幼い時の擦り込みというか、そういうものが心の癒しです。三菱型コロッケは素朴なじゃがいもの味のコロッケでしたが、お店もなくなってしまい、もう一生食べられません。仙台虫食いはスズメくらいの黄緑色の小鳥です。群れをなさず一人で行動します。鳴き声は焼酎いっぱいグーイーです。どっからが鳴き声なんこれ。鍵括弧が焼酎から入ってんねんけど、まさか小鳥は焼酎って言わないしな。グーイーって鳴くんかな。綺麗な鳴き声ですといただいてます。そう、子育ての話はね、私あんまりこう、まあしてって言われることがないから、シーヒンっていうのもありますし、 SNS にも載せてないんでね、することないんですけど、今回何通か子育ての話教えてくださいって言ってもらえたから、ちょっと聞いてもらおうかなと思って。まあただ私、子育てそんなになんか特別なことしてるわけじゃないんですけど、2つだけ大事にしてることがあって、1つがむちゃむちゃハグするんですよ、ギューッと。それはなぜかというと、私自身が抱きしめられることが大好きなんですね。で、母親が、まあ、昔からあの何か断るごとにずっと抱きしめてくれてたんですよ。まあ、叱った後もそうだし、落ち込んだ時、褒める時、まあ、必ずギュッと抱きしめてくれてたことがあって、だから私の心が一番落ち着く場所が母の胸の中なんですよ。31歳なんですけど、今でも落ち込んだりとかして実家に帰ったら、こう胸の中に飛び込んだりしてじゃあ何も言わずギュッと抱きしめてくれるんですけど、まあそういう場所を息子にも与えたいと思って、まあ現在4歳なんですけれども、断るごとに同じようにこうギュッとハグをするようにしてますかね。すっごい嫌がってますけどね、息子は。ピーンって足伸ばしていかに私から離れるかってことをすっごい考えてて、一方的なんですけど。あとはあの、私勉強が苦手だったんで、まあ、彼に言ったか、まあ、息子には勉強する癖ぐらいはつけてあげたいなと思って、まあ、1歳とかこう三つ子の魂100までじゃないけど、1歳ぐらいからちょっとこうお勉強する習い事とか英語とかを習わして、まあ、机の前に座るみたいなことをこう覚えさせていけたらなって思ってます。今後ね、私の遺伝子が入ってるからどうなるかわからないですけど、なんかその勉強のベースとなるものは作ってあげたいなと思って、まあでもそれぐらいですかね。元気にすくすく育っております。はい、ではですね、こんだけ褒めていただきました、仙台虫食いさんのリクエストにお答えいたしましょう。中島みゆき、誕生。川岸ゆかのちょっとは聞いてよさん、聞かれました？今のジングル実は生音演奏なんです。やめろやめろと言われながらギタレレをやってましてですね、あのギタレレというのはウクレレ以上ギター未満の中間のいいとこ取りしたサイズの楽器でございます。はい、まあこれもやめろやめろって言われてるんですけど、続けてまして今日やらせていただきました。でもう一つ、ビールもやめろやめろって言われてるんですけど、本当にね、ビール私大好きなんですよ。でいろいろビールの勉強もしてまして、で今日はビールちょっと飲んでみたいなと思ってます。なんかこの時間にお菓子を食べてる人もいるとかいないとか聞いてましたけど、まあ私はビールを飲みます。でなんかこう何にしようかなと思ったんですけど、まあ今日はちょ音で飲んでる音を楽しんでいただきたい、 ASMR っていうんですか、 YouTube とかでも今流行ってるやつ、咀嚼音とかをこう聞いて
なんか楽しむみたいな、私も今日こう飲む音を聞いて楽しんでいただけたらなと思います。今日飲むビールはプレミアムエールエビスのですね。なぜこれにしたかって言ったら、結構ねたくさん本当に特別な応援プレミアムなエールを今日メッセージでいただいてたので、それにちなんでこちらのビールにいたしました。じゃあ早速飲んでみたいと思います。今お手元にビールある方は一緒に乾杯しましょう。いきますよ、聞いててくださいよ。うわ、泡が出てきました。注ぎます。飲みたくなるでしょこれ。皆さん準備できてます？でね、今自粛期間もあるから、だから家の中で飲むことも多くなるじゃないですか。で一個だけ、まあ、ビールの勉強してる身として伝えられることって言ったら、まずビールのコップは冷凍庫冷蔵庫冷やさないでください。で洗うときは専用のスポンジを使って布巾とかでは拭かずに自然乾燥にしてください。これなんでかって言ったら、ビールってねめっちゃ繊細な飲み物だから、本当に布巾の繊維一本ついただけで味変わるし、凍らすと味が分かんなくなるんですよ。だから本当にその自然乾燥させたままのコップ、そしてできれば薄めのコップを使ってください。準備できました？じゃあ皆さん飲みますよ。乾杯。どうですか？あんまり鉛筆のカキンという音聞こえてもうたわ。いや美味しい。これはねでもちょっとね苦味の強い濃厚なビールだから、まああんまりこうビール苦手っていう人はあれかもしれない。照り焼きチキンとかと合わせたらむっちゃ合うビール。本当に芳醇な香りで、香りを楽しむビールだから、今言ったプレミアムエールは特にグラスは凍らさない方が香りは楽しめますよ。ぜひ飲んでみてください。でビールにまつわるメッセージもたくさんいただいてまして、ラジオネームカワウソくん、ギシャンこんばんは。こんばんは。私はギシャンのツイッターでビール検定の存在を知り受験しました。岡山から受験しに行き、運が良ければ会場でギシャンに会えるかな、会ったらサインお願いしようかなと期待していましたが発見できませんでした。芸能人オーラと顎は出てると思ったんですが余計な一言。それにしても3回受験しようとして、台風とコロナで2度も試験が中止になるなんて、ある意味ギッシャンは持ってるなと思います。この番組がレギュラー放送になるよう応援してます。頑張ってください。追伸、私だけビール検定合格しちゃってすみません嫌味なメールや。そう、実は私ね、こんだけうんちくっていうか、グラスこうしてくださいとか言って偉そうに言いましたけど、ビール検定落ちたんですよそうで、この人がコメントで受けますって言ってたのも知ってたし、受かりましたっていうのももちろん知ってましたよ。で去年またリベンジしようと思ったんですけど、コロナで中止になっちゃったから、今年はあればいいなと思って。ビール検定って1年に1回しかないからね、そうなかなか難しくって、今年は頑張りますわ。顎出てないけど。ラジオネームゴンベイさん、待ってました。2回目のギッシャンのラジオ、願いが叶いました。最近はあんまり行けてないのですが、飲み会でちょっと困ってることがあります。だいたいみんなビールを飲むのですが、どうしてもビールが苦手、ビールの苦さが苦手なんですと。ビールのことなら何でも知ってるギッシャン、どうしたらビールを美味しく飲めますか？苦味が少ないビールやビールが苦くならない飲み方とかってありますか？っていただいてて、まあ、ビール検定落ちてる私が今から言うのもちょっとなんなんですけど、ヒューガールデンホワイトとかいうそのホワイトビール、いわゆるは割とね苦味が少ないと思います。勝手に私はこういうビールのことをデザートビールって呼んでるんですけど、あとはビールとジンジャーエールを割ったシャンディガフとかね、ビールとトマトジュースを割ってるレッドアイとか、なんかこう何かと混ぜてると意外と苦味は感じないかも。でホワイトビールとかっていうのは置いてるお店割と限られてくるから、会社の飲み会とかで行く居酒屋さんで割と高確率であるのはシャンディガフかなって思います。ジンジャーエールとビールね、うん、ぜひ飲んでみてください。あとでもホワイトビール美味しいですよ、飲んでみてほしいな。あとバイツェンっていう
ちょっとバナナっぽい香り、本当にフルーティーという言葉がぴったりなビールも飲みやすいかなと思います。さあこちらぎっしゃんこんばんは、この寒い時期に美味しくいただけるビールがあったら紹介してくださいといただいておりました。ラジオネーム小浜の和田ちゃん聞いてるさん、あのエビスマイスターというね、瓶の305ミリリットル入ってるあのエビスマイスターっていう瓶のビールめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ皆さんに飲んでいただきたいなと思います。今私が一番ちょっとハマってるビールになります。というわけで、やだもう30分経ったの、早すぎる。ちょっとこれは早すぎたんじゃないですか、どう思います？もっともっと紹介したいメールとか、もっとちょっとは聞いてよみたいな話たくさんあったんですけど、今日はもうこの辺で終わりみたいです。一人でベラベラ喋っててもあれなんでね。はい、今日はこの30分間お付き合いいただいてありがとうございました。まだまだ瞑想は続くかもしれませんが、これからも頑張りたいと思います。お相手は川岸ゆかでした。さようなら。